皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。雷神ランドマーク10名古屋大会17日愛知ポートメッセ名古屋注目の第8試合フェザー級 MMA5 分 3R で最強の10代秋元強師18イコールジャパントップチームと怪物くんこと元シュートボクシング SB 世界ライト級王者鈴木宏明 39イコールベルウッドファイトチームが対戦。写真、秋元教師と対戦した怪物君、試合前から、打撃でも寝技でも正直、あってるとかじゃなくて、本当に相手にならないと思ってると話していた秋元が、その言葉通り判定3対0で完勝した。秋元はシャープな打撃を鈴木に当て続け、テイクダウンすれば上から強烈なパウンドを振り下ろした。 KO、1本で勝つことはできなかったが、鈴木は防戦一方でほとんど何もできなかった。これで秋元はプロ7戦全勝後フィニッシュ。試合後は、UFC に挑戦するセコンド朝倉海の前で、目標にした2人、朝倉未来、朝倉海、が作ってくれたライジンより、もっと盛り上がるライジンを作れるんで。皆さん、これから俺についてきてくださいとアピールした。 一方、鈴木は悔しさのあまり号泣しながら、名優、ホベルトサトシ壮座とくれべる小池に両脇を支えられ、リングを後にした。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。